どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで今回はですね、成田さんにお越しいただきました。成田さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかよろしくお願いします。はい、ダメ元でメッセンジャーで連絡させていただいたら帰ってきてめっちゃ嬉しかったです。やる気はあんまりないです。よろしくお願いします。今回は面接企画ということで、成田さんが一緒に働きたい人であったりとか、実際の就職活動の面接っていうところを実際の学生のを面接していただけたらなと思ってます。で、成田さん、日本では面接はやったことはあんまないですかね？記憶にないですね。お、じゃあ面接行ったことは何とかありますか？あ、そうなんですね、はい、面接をねぶっちしたこともあります。今回は面接する側として、上智大学の中井さんをちょっと今回面接していただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに普段就活生と関わることとかってたまにあったりしますか？ないですね。中学生高校生とかでは結構付き合いあって、はい、まあ、大学院生とかとも付き合いあるんですけど、はい、大学生ってのはあんまりない気がします。ああ、そうなんですね。まあ、大学生が一番つまんないからかもしれない。大学生が一番つまんないから。いや、人による気もしますけどね。で、今回来ていただいた中井さんはですね、実際に今お笑い芸人と芸人活動も少しされているということで、学生芸人ということで、面白い大学生もいるんだよっていうことをちょっと成田さんにちょっと伝えたいなっていうところで。ハードル上げすぎですね。はい、面白い。で、今回は面接の前にですね、成田さん用にちょっとネタを作ってきていただいたので、まず面接前に、はい、アイスブレイクとしてお願いできたらなと思います。アイスブレイクやらせていただけたらな。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではこちらかけさせていただきたいなと思います。ありがとうございます。始めたいと思います。アクリル板意味あるんですか？はい、これ成田さんが実際に某番組で言われたセリフなんですけど、ちょっとね、コロナ禍で言っちゃいけないセリフをちょっとやっぱ言っちゃうみたいな特徴があるんで、そんな成田さんに向けて今日は変人成田悠輔が言いそうでギリ言わなそうなこと、はい、これをランキング形式で言いたいと思います。はい、ではまず3位いきたいと思います。実際パフェ食べてる人と喋りたくないよね。はい、これはねギリ言わないと思うんですよ。やっぱ成田さんでもパフェは食べられると思うんで、ここまで尖った発言はされないかなと思います。はい、では第2位いきたいと思います。免許持ってないんですけど結構不服さばきますね。はい、これもね言わないと思うんですよ。ギリギリ不具はね、やっぱりさすがの成田さんでもやっぱさばかれないかなと思うんで、これは言わないと思いますね。では栄えある第1位いきたいと思います。僕ウサインボルトより足速い人を4人ぐらい知ってますけどね。はい、これ多分ね言われないですね。ギリギリ言われないかと思われます。はい、最後番外編でいきたいと思います。最後成田さんが言わなそうなこと番外編、明日こそは遅刻すんなよ。これで、では1つ目のネタ終わらせたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、今回のメガネはこれは成田さんのモノマネをされている茂木健一郎さんのモノマネです。はい、ツイッターでつぶやかれてたんで。それダンボールついてますか？これダンボールで、はい、メガネに貼り付けました。おしゃれだなと思って結構、はい、最近紙でそのメガネ作るキットを作ってる人がいるらしい。はい、つぶやかれてましたよね。ちょっと作ってみようかなと思って。はい、いや、ちなみに今の、ネタというか発表いかがでしたか、成田さん？ノーコメントで。ノーコメントで。でも実際僕危険な発言する人っていう扱いになってるんですけど、はい、自分としては全くしてなくて、すごい余裕を見てやってるつもりなんですよ。うんうんうん、不思議ですよね。はい、ちょっとギリギリだなと思うところがあったので、はい、ネタにさせていただきました。今度はフグの発言を報道番組かなんかしてみて、どれぐらい燃えるかちょっとやってみようかな。ぜひちょっと拝見させていただきます。ということで、じゃあ早速実際の面接の方に移らせていただけたらなと思ってます。じゃあ今回のネタが合否にある種関係ないというところで、わかりました、はい、気を取り直して、はい、やっていけたらなと思ってます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。意味関係ない、絶対関係してくる。最後にしたらよかったな。面接始めます。
よろしくお願いします。自己 PR とかってありますか？自己 PR、 はい、はい、私の強みは向上心があることだと思っています。その理由といたしまして、私学生時代イタリアンで修行をしておりまして、そこで実際に売り上げを 2、3万円から12、3万円まで伸ばした経験があります。これが向上心のゆえに達成できたことだと思っております。具体的に向上心のもと達成できたことといたしまして、まず、シェフに熱意を伝えて、僕はこんだけやりたいんだと伝えることで、他のアルバイトのスタッフには任せられないような仕事だったりをいただいて、その分成長できたと思っております。またその他にバイトが終わった後に、料理本を読んで研究したり、 YouTube を見たり、料理を作ったり、また課外活動でレストランで食事をしたり、また違った職種にも興味を持って、イタリアンのジェラート機メーカーでカルピジャーニというメーカーがあるんですけども、そこで日本人初のインターン生として合格いたしました。このように僕の向上心が大きな強みだと思っております。以上です。芸人志望の割にだいぶ普通ですそうですね、就職活動では強みといたしましては芸人の方ではなく向上心、こっちでやらせてもらってます。やっぱりビジネスと芸人活動はあまり関係がないのと思ってますので、こっちの方がいいかなと思って選択しています。なんで就職したいんですか？就職はですね、やっぱり芸人っていうのはリスクが高い仕事だなと思っておりまして、僕自分のことあんま面白くないと思ってるんで、それで失敗を選ぶのか、それとも就職を取って他にやりたいこともあるんでそれをやるのかみたいな迷ってる状態です。すごい後ろ向きな理由ですね。いや、そうなんですよ。働くことに前向きな理由とかないんですか？はあります。なんですか？まず僕やっぱイタリアンの文化が大好きでして、僕が今志望しているジェラートのカルピジャーニというメーカーでは、そういったイタリアのジェラート機器を日本で販売して、イタリアの文化をジェラートを通して伝えるという企業でして、そこに入って一緒にイタリアの文化を広めたり、自分自身も、マーケティングだったりそういう能力をそこで身につけて、将来自分で店を開いてみたりとしてみたいなということで志望しております。イタリア文化広げるのにジェラートがいいんですかね？そうですね、イタリアの僕食文化が特に好きなんで、そこで僕が一番好きなジェラート、これは手っ取り早く広げれると思います。なんかジェラートとかイタリアンとかって一番ありふれてる外国料理じゃないですか。はい、なんかそんなみんなもうやってるところに突入するより、はい、全然日本に一個も存在しない国の料理とかやる方が面白くなかったりしないですか？はい、そうですね、僕は何か新しいことを日本に広めたいっていう目的でこの志望してるんではなく、イタリアンがそもそも好きになってイタリアンを広めたいっていうことで志望しています。また例えばサイゼリヤさんでやったり、他の業種でイタリアンいろいろやられてると思ってるんですけど、やっぱり本物のなんちゃってイタリアンみたいなのがやっぱ多いなと思っておりまして、そこでなんちゃってイタリアンではなく実際の本当のイタリアンを広めたいなと思っております。今サイゼリヤを思いっきり敵に回しました、ね、そうですね、やっぱサイゼリヤさんの、サイゼリヤはなんちゃってですか？サイゼリヤさんはでも日本人向けのイタリアンということで、そこはすごい僕素晴らしいと思ってるんですけど、僕が広めたいと思ってるのはその実際の本場のイタリアンなので、そこはちょっと区別できるかなと思っております。でも本場のイタリアンみんな求めてないんじゃないですか？なんか日本に来ると、はい、中華料理はなんか気づくとレバニラみたいになってるじゃないですか、はい、ああ、そうですね、うん、でイタリアンもイタリアで食べられる料理と違うじゃないですか、はい、で洋食もなぜか日本に来るとなんかオムライスとか、はい、日本にしかないものが続々出現するじゃないですか、はい、ただあれが日本人が求めてるものだから、はい、サイゼリヤでいいんじゃないですか？はい、そこも僕最近区別できると思ってまして、昔はイタリア本国に対する情報が多分少ないがゆえ、そういった日本化したイタリアンが広まったと思うんですけど、今やSNS だったりそういう情報がいろいろ広がる世界になって、本物のイタリアンも見ることができる世界になってると思うんですよ。それで実際に僕もそういった SNS を通して本場に興味を持ち出した人間ですので、そういった人が他にもたくさんいると思うので、その人たち向けに広めたいなと思っております。でも本場がいいっていうのが思い込みなんじゃないかと思うんですよ、ね、はい、
別に日本人が日本人の舌と生活と気候に合うようにイタリア料理を作り変えたら、はい、それはなんか日本人にとっては本場のイタリア料理より、はい、むしろいいイタリアンなんじゃないかと思うんですよ。はい、その文化で日本料理もなんか外国に輸出されると全然違うものに変わるじゃないですか、はい、だけどそもそも生魚食べたい人とか世界中見るとほとんどいないよね問題とか、うん、で海苔とか舌にくっついて歯汚くなって、はい、あの真っ白な歯が命のアメリカ人にとってはきついよねとかいろいろあると思うんですよ、うん、だからなんかその現地現地に合った形に進化していけばいいんじゃないかなと思ってて、はい、なんで本場っていうのにこだわるのかなっていうのがちょっと分かんなくて、はい、なんかちょっと右翼っぽいなっていう気がするんですけどいやいやそんなことないですよ。あの僕が実際にやっぱり日本人向けのイタリアンと本場のというかあのトラディショナルなイタリアンを食べてみてやっぱり特徴が全然違うなって思いまして、やっぱり多様性がこれから広がっていく社会の中でそういった住み分けは全然可能なのかなと思って、僕のような人に向けてそういったものを発信していきたいな。ニーズがあるっていうのはなんか確かめられたんですか？ニーズはですね、あの東京にそういったあのイタリア伝統料理の店が、まあ、ちらほらあるんですけど、地方にはやっぱりそこまでなくて、これからあの地方の人もやっぱ SNS とかでいろいろそういう東京の店行きたいなとか思ったりするんで、まだ全然日本にニーズはあると思います。一個質問いいですか？はい。イタリア料理ってなんちゃってイタリアンなら世界中どこ行ってもあるじゃないですか、はい、あれってすごいことだと思うんですよ、はい、世界中どこに行っても日本食が見つかるかっていうと多分見つからないじゃないですか、はい、あの普遍性とか再現可能性ってすごいと思うんですよ、はい、日本食を再現可能にするにはどうしたらいいと思うんですか？日本食ですか？日本食 あのもしもしで日本食が難しかったら、はい、他のなんかの料理でも他の国の料理でもいいんですけど、そうです、食べ物を再現可能にするには何をしたらいいのかな？やっぱりあのその土地のものに合わせるのではなく、その全世界にある例えば小麦ですとかトマトですとか、そういった全世界に今流通しているようなものであれば普遍的な料理になるとは思うんですけど、例えば日本でやったら生魚であったり寿司であったり、そういうのは全世界にやっぱり生魚で食べる文化がないですとか、そういったことがありますので、まあ世界には広がらにくい文化ではあるかなと思うんですけど、その他の、あの小麦を使ったり、まあ、砂糖とかトマトとか、まあよくある野菜とかで構成されている料理はもしかしたらあの世界に広まる可能性は往々にしてあると思います。でも放っておくと広がってないですよね。はい。だから寿司とかはなんか言い訳しやすいんですけど、丼物とかあるじゃないですか。はい。親子丼とか別にどこ行っても作れますよね。そうですね。でそこはうどんも作ろうと思えば作れるじゃないですか。うん。だから全然普及してないと思うんですよ。はい。なんでなんだろう。そうですね。その日本にそれを学びに来る、その文化を学びに来る外国人の数と、その日本食を広めようとする人の数だなと思っていて、ちょっとあのデータとかは詳しくないんで分からないですけど、イタリアはちょっと移民とかであのアメリカに行ったりとか世界中に行ってる人は多いと思うんですけど、日本はあまりそういったビジネスで世界に行くとかいう人は多いと思うんですけど、あまりそういう食文化で勝負するっていう人はあんまり少ないなっていう僕の感覚がありまして、で日本食学びに来る人もまあちらほらは多分いると思うんですけど、そこイタリアと比べると少ないなと思っていて、だから日本にいる人が今後世界に例えば移民移住だったりして、そこでそのやっぱ日本食食べたいじゃないですか。それでうどんだったり親子丼だったりを作っていくと、まあ、広まっていく可能性あるのかなと思います。ちなみにイタリアがそんなに好きならイタリアに行きたくならないんですか？僕あの日本が好きでその日本語喋るのが好きなんで、なんかお笑いとかやっぱやってるじゃないですか。やっぱ会話にボケツッコミとかが欲しいんで、僕一回カナダに1年間いたことあるんですけど、そこで英語喋っててもツッコミとかないじゃないですか。なんかちょっと物足りないって感じて、一生イタリアに住むのはちょっとそこは嫌だなっていう勝手なのがあるんで、1,2 年3年とかなら全然行きたいんですけど、なんかずっと移住するっていうのはちょっとツッコミないんで、ボケツッコミないんで嫌かなっていう。その割にはボケもツッコミもあんまり感じないですよね。あ、ごめんなさい。そうです。それが一番大きな理由で、僕よく面白くないって言われるんですよ。じゃあ、はい、そんな感じで一旦面接の方は、あ、すいません、はい、あのパートは以上で、はい、あのちなみにどうでしたか、面接受けてみて。いやでもいろいろあの質問されて、こちらもあのなんか思ってることを言えたので、はい、楽しかった、僕は楽しかったです。手応えはいかがですか？手応えも全然ないですね。じゃあ
今の面接を聞いて、あの成田さんが中井さんと一緒に働きたいと思ったか否かをちょっと丸バツの札を上げていただけたらなと思います。じゃあお願いします。あ、惜しかったね。今丸で、今のあれですか、あのその一応エンタメ性でやってくれたみたいな感じです。迷ったふりをしました、はい、迷ったふりだ、はい、なんかそうですねよくご存知で、成田さんちょっとそういう方なんで、はい、同時並行で、まあ、やっていこうかなみたいなもん。あ、だからそれを分けない方がいいんじゃないかと思うんですよね。中途半端な人って時々できたりして